ラフバラー大学はイギリスのレスター・シャー、ラフバラーにある国公立大学である。ガーディアン・ユニバーシティ・ガイド2019では、全英4位、インデペンデントによるコンプリート・ユニバーシティ・ガイド2019では、全英7位、ザ・タイムズ・サンデー・タイムズ、グッド・ユニバーシティ・ガイド2019では、全英5位にランクされている高等教育機関である。 イギリスの研究志向大学校によって構成される団体1994グループの加盟大学であった。2011年、翌年のロンドンオリンピックパラリンピックに際し、キャメロン元首相がスピーチを行った。ロンドンから北に電車で約1時間半の距離にあるキャンパス大学。大学として設立されたのは1966年であり、 現在、1万6千人を超える学生が在籍しており、そのうちの15%近くが100カ国を超える国からの留学生である。また、ロンドンのクイーン・エリザベース・オリンピック・パークにもキャンパスを有する。タイムズ・ハイヤー・エデュケーションが前衛を対象にした調査、ベスト・スチューデント・エクスペリエンスの第1位に6年連続で選ばれた唯一の大学であり、敷地面積は、 欧州最大規模で、キャンパス内には、ウォータースポーツなどが楽しめる、フィットネス施設、フォード社が開設したヘンリー・フォード・カレッジがある。特に、スポーツ分野での評価が高く、2014年、タイムズにより、スポーツ・ユニバーシティ・オブ・ザ・イヤー、年度最優秀スポーツ大学と称された。また、2012年のロンドンオリンピック・パラリンピックには90人のアスリートが参加した。 2015年、高等教育の教育の中で非常に優れた、様々な活動を称賛するものであるタイムズの年度、最優秀大学賞の最終選考に選ばれた。さらに、ビジネスの分野でも、高等教育機関の間で、最も起業家精神の強い大学として、エンタープリナリール・ユニバーシティと推薦指名された。ラフバラー大学のルーツは1909年。 ラフバラーの中心に設立された技術研究所である。その後、急速に発展し、ラフバーグカレッジと名前を変え、現在あるキャンパスの原型が形作られた。スクール・オブ・ビジネス・エコノミックスは、アケスビー・アンバ・エキスより認証を受け、世界のビジネススクールの約1%のみが獲得しているトリプルアクレディテーションを保持しており、高く評価されている。 ラフバラー大学は各分野で高い評価を受けている。QS ワールドユニバーシティランキングスでは12のカテゴリーで基準を満たした大学に与えられる QS スターズにおいて最高評価である5つ星を獲得している。研究の面においても英国上位トップ10位に入っており2014年リザーチエクセレンスフレームワークガイドで 世界を率先するという最高評価が37%も上昇し、また、クイーンズアニバーサリープライズという研究の結出した大学に与えられる賞を7回受賞したのは、オックスフォード大学とラフバラー大学のみである。ありがとうございます。